はいどうも、佐々木です。今回もアジングしていこうと思うんですけど、今回使うのはこちらです。ジャッカルの2021年の新商品、エケリングタイドマックスですね。 2.2 インチと 2.7 インチの2種類がありますね。特徴としてはリブを浅く作っているんで、水の抵抗が少なくて潮が速い時なんかでも潮の影響を受けにくい作りになっているみたいですね。この前使ったダイワ月下美人のアジングビームファット 1.5 インチとは逆の性質を持っているっていうことですね。で、この真ん中のあたりがくびれてると思うんですけど、これによってアジの吸い込みを良くしてるみたいですね。自分はこのナニワブルーとクリアレッドフレークっていうカラーを買ったんですけど、このナニワブルーはグロークラッシュカラーになっていて、夜光素材の粒々が入っていて、光らせてみるとこんな感じですね。中にグロー素材の粒々が入っていて、そこだけ光ってるのが分かりますね。で、ここにも粒々夜光マイクロベートって書いてあるんですけど、ベートがめちゃくちゃちっちゃいパターンの時に有効っていうことですね。で、今回はジャッカルワームっていうことで、ジグヘッドもジャッカルのキビキビダートジグヘッドを使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとやっていきたいと思います。カラーはこれですね。ナニワブルーですね。よいしょ。よいしょと。はい。OK。20センチちょいですね。まあまあサイズって感じですかね。てか全然反応ないからもう完全に諦めてたんですけど。いきなり来ましたね。一応いるんだ。なんかいろいろ重さとかカラーとかサイズとかいろいろ変えてるんですけど、全然反応がないですね。なんか来た。いやー一応アジ釣れましたね。なんか全然反応なくて、もう諦めて帰ろうと思ってたんですけど、なんか知んないけど、まあ、豆アジ1匹釣れましたね。これは釣れるんだろうか。
今日めちゃくちゃ寒くて、水温じゃねえや、気温一桁台ぐらいなんですけど、あんまり暖かい格好してこなかったんで、もう何もかも固まってましたね、口も。今のは一体何だったの。わあ、当たるな。いや、いるんか。よいしょ。ちょっと、とりあえずこれも20センチぐらいですかね。いい味ですね。よいしょ。やっぱヘッドライトダメなのかな。よいしょ。えい。これも20センチというぐらいありますね。すげえ当たりだった煮物。よいしょ。当たりめちゃくちゃドンって出たんですけど、そんな大層な魚じゃないですね。よいしょ。そんな大きくないですけど、丸飲みっすね。はい、皆さんお疲れ様です。今日はこのジャッカルの、2021年の新商品ですね、ペキリングタイドマックスですね。こちらの方を使って釣りしてきたんですけど、まあ、なかなか渋い状況でそんなにたくさん釣れはしなかったんですけど、まあとりあえず何匹か取れたんで良かったですね。で、潮が早い時なんかに有効ですよっていうことだったんですけど、まあ今日そんなに潮早いとかそういう感じじゃなかったんですけど、とりあえず今後そういう状況になったらこのワーム使って攻略していきたいですね。という感じで、今日は寒いで、本当に寒いんで、あ、来た。今日寒いんで、なんか喋ってると釣れんだよな。もっと喋れっていう、そういうことか。よいしょ。今日霧がいいんでね、これで最後にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。